するためにはあなたの活躍が必要です。はい、キーマン、まずは一つ目、はい、清宮幸太郎、30ホームランです。おで、あと万波の20本、はい、うん、いや、この2人はやっぱ出てくると思うんですよね。野村、うん、だからホームラン20本、はい、でマルティネスが2割7分5厘とホームラン15、だ上川最短だとはまだ言わないけど、上川畑3割、うん、で投手陣ね、はい、富山か石川、うん、どっちが守護神やるか分かんないけど、はい、守護神やった方が、最多セーブ、うん、獲得ですプラスアルファ、加藤、うん、上沢、はい、伊藤大海で、40勝40勝。まあ、まずは、ショートが固定です。オープン戦をよく見てた先生、ロッテのショートは固定されそうですか？まだ悩みそうですねそうなんです。で、まあ、山口のホームラン30本、はい、ポランコのホームラン30本で、安田の、2割、8分5厘のホームラン15本、高部のタイトル、はい、で荻野が怪我なく1年間、はい、松川の2割5分中村翔吾、怪我なく1年間、これです。まあ、柱ですからね、うん、投手陣、はい、佐々木朗希の15勝、うん、で小島の、13勝、守護神の最多セーブ、うん、で種市の10勝、菊池新人の8勝、うん、メルセデスの10勝、10勝投手4人で、佐々木朗希のタイトル、松田が防御率2点台で、石川歩夢が、10勝、うん、浅村、うん、フランコ、うん、ギッテンスで、はい、ホームラン80本です。80、やっぱ外国人選手の力っていうのはかなり気になってきますね、うん、まあ、一番の懸念は初出場の開幕戦でフランコが怪我しないことを祈りたい、ね、今年はフランコですか？うん、だって、うん、まあ、ギッテンスの可能性もあるけどね去年でも、去年もそれはやったんで、うんうんうん、ピッチャー、はい、マー君が、うん、貯金、8以上、則本が、タイトル、だから出さしでいいのか、うん、でも何でもいいから、うん、タイトル、はい、で岸が、10勝、はい、庄司か駒子が新人王で、松井裕樹が西武王のタイトル、はい、去年に引き続きですね、うんうん、宮森が、25ホールド以上でいけるやろ。牧野、ペイトン、2人でホームラン50本です。2人で50本これは必要だね、まあ、それと、まあ、元気に殿崎打率2割5分で、ピッチャーはねエンスは絶対10勝だから、エンスと今井で25勝したら優勝できるんじゃない？エンス2人で甲斐の2割5分ホームラン10本、それとあの柳田と今宮元気に1年で、ピッチャーは藤井がタイトル、うん、はい、取ったらもう楽勝で優勝すると思う、うん、であとは坂東10勝、はい、であとはモイネロとあのオスナ、はい、元気に一年元気に吉田がいなくなった、まあ、穴をどう埋めるかで考えると、うん、杉本裕太郎のタイトル必要です、はい、うん、ホームラン王か打点王、うん、どっちかの、あと森、はい、打率3割、おできればいけんじゃん、もう打線は。でピッチャーは、はい、山崎俊平だと、うん、山岡が10勝したら勝てると思う。山下俊平だ、うん、2人で、うん、10勝ずつ、はい、でそしたらだってここ2人10勝、うん、で宮城山10勝するでしょ、うん、山本が15勝ぐらいしたら、うん、もう4人で60勝ぐらいするから、うん、だから山本元気で1年じゃない、うん、これ大事だね、うん、